てきましたけどなんかあの、神社ってね、あの、ちっちゃい頃から慣れ親しんでるものじゃないですか。あの、だから、そんなにこう、神様がいる感って感じたことなかったんですけど、やっぱね、日本の神は、すごいですね、パワーが。あれ大丈夫やべえやつにはなったらい。やいや、本当大丈夫本当に大丈夫大丈夫オッケーオッケー誰でも行くと、あそこはね、感じると思いますよ。何かしらをなんか得るものがあったのね。ありました。 とかね、まず下宮の雰囲気は、ものすごいなんか厳しい雰囲気があったんですよね。うん、なんかこう、余計なこと言ったら怒られちゃうんじゃないかみたいなピリピリした雰囲気があって。<ー>で、あの、祠の近く、あの、神様も祀ってる皆さんがおまめりするところの横に祠があるんですよ。その祠がなんかちょっと、あ、これは、 立ちてはいけない感じだなって分かるんですよ。<ー>で、その祠があるところの期間には、こう、白い石がこう、敷き詰められてて、そこには人が入らないように、あの、ロープがしてあったんですけど、そのロープの上からこう、手だけこう入れたんですよ。うん、そしたら、電気風呂みたいなんですよね。<ー>そんなエネルギーが出てんですよ。なんかピリピリするものがあったのピリピリするものが。へ<ー>、うん、それ、やっぱす、すごいんだなと思って。で、あの、 あの、なんだっけ、下宮を出て、内宮にいた。内宮はまた雰囲気が違いまして。アマテラス大神は女性の神様らしいんですけど。ね、まあね、僕が行ったらめちゃめちゃ晴れたんですよ。パーンって。で、で、あのー、回って、で、アマテラスの前に行ったんですけど、あのー、なんか神社でこれが起こるといいみたいなのがあって。はい、あのー、ちゃんと直接越見できないようにカーテンが、 はいはいはい。あね、まあまあまあ、ありますね。神様に直接、え見できないように。で、あの、僕が、あの、さい銭箱の前でお参りしてましたら。はい ものすごいですね、風が吹いて、カーテンがめっちゃ揺れたんですよ。それって、あの、歓迎されてるってことだよっていうことをネットで見まして。<ー>よかったと思って、これでなるかしらと思って、帰りに今度ヘビに会いまして。めちゃめちゃ縁起がいいぜって。でねでね、思ってで、そこからなんか、おかげ横丁みたいなところがあってですね、そこをこう歩いて、川べりを歩いていたら今度は雨が降ってきまして。なんかね、 久々にあんな、こう、自然の中で、綺麗な雨に打たれたというか、東京みたいな、こう、賛成じゃないですか偏見ですけど<と>。<laughs> ボロボロに、あの、個人差がありますからね、感じ方には。ボロボロ個人差がありますからね。<laughs> <laughs> いろんな行動もそうですよ。<laughs> そうそう。<laughs> <laughs> なんか、あの、雨も見れたし、<うん S 1> で、帰、なんかこう、まあ、もう終電もあったんで、あの、バス停まで行ったら、 今度は晴れてきて、山から五光が刺したんですよ、うん。はいはい、まあ、雲の切れ間から光が、ね、切れ間で。切れ間パって。うんうん、で、青くんと僕が、いや、これ歓迎されてる感じじゃないみたいな話をしてして、うんうん、じゃちょっとこれ撮っとこうと思って、うん、写真を撮ったんですよ。はい、3枚撮ったんですよ。はい、3枚撮ったら3枚とも、 その五行に緑色のオーブがパンパンパンって映ってて、へぇー。小玉やで、っつって。小玉小玉。物のけ姫の小玉。<laughs> そうそう、あれだって思って、これはきっと治るだろうって言いながら、帰ったんですけど、ちょっとあの、帰りに、あの、列車の事故がありまして、<laughs> あの、私、その日東京に帰る予定だったんですけども、はい、あの、帰れなくなってしまい、 あの、尾道に、急遽逆方向に帰り、<laughs> で、青くんちに泊まって、あ、そうか、青くん広島だもんね。そう,んそうだね。で、あの、次の日、あの、その、よからぬハプニングから、あの、おばあちゃんの墓参りをして、まあまあね、わざわい転じてたね。そうなんです。で、あの、東京に帰ったっていう。